ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が7月13日月曜日の天気をお伝えします。まずは雨雲の動きを見ていきましょう。梅雨前線が停滞し、西日本のエリアでは雨の降りやすい天気です。特に日本海側ほど雨雲がかかりやすくなり、激しい雨の降り方となる恐れがありそうです。午前中は西日本がメインですが、午後は東日本にも雨雲が流れ込んでくる見込みとなっています。こちらのエリアでは少しの雨でも土砂災害に警戒してください。ではアイコンで見ていきます。九州から近畿は日本海側を中心に雨が降ったり止んだり、雷を伴って強まる恐れがあります。また午後になりますと東日本のエリアにも雨雲がかかり始め、こちらのエリアでも傘の出番となりそうです。東北も前線の北上とともに雨が降りやすく、南部ほど強く降る傾向がありそうです。そして北海道はと言いますと、湿った空気の流れ込みによって曇り空が続き、札幌では雨アイコン、雨が降りそうです。また連日の大雨で地盤が緩んでいる恐れがある九州や四国、紀伊半島南部、そして岐阜や長野、静岡のエリアでは引き続き土砂災害に警戒してください。急な斜面や危ない場所には近づかないようにお願いします。また気温を見ていくと、前日と比べると気温が低めの地域が多いです。ただ湿気がありますので、ジメジメムシムシとした体感です。食中毒にも気をつけてお過ごしください。以上、天気をお伝えしました。 Thank you.